Hiroshi desu. Shin bangumi Hiroshi Nadeshiko niku henge no seisaku ni owarete neko no te mo karitai desu. Kaseru ka? Teka honsou yuten nai shi. Shoshi kantetsu. Ore tachi no mokkyou wa Sunako-chan o rippa na ready ni suru koto. Hayaku yachin no pressure kara kaifou saretai shi na. Nantoka honsou ni manyaimashita. Manyawasanakute ii shi. ダメだよ、今部屋入ったら。なんかどっかで発金ビデオ見つけたらしいよ。だってだって、笑い声がしてるから機嫌いいんだと思って。バカだね、お前。スナコちゃんの笑いイコール一般人の恐怖だってまだわかんないのか？てか飯。ナイフ食べてんの見ちゃったよ。てか飯。ビデオも怖かったけど、スナコちゃんのがもっと怖かった。どうしてああなんだろう。 普通がいいのにね。普通というと趣味はお菓子作りですみたいな。そうそう。飯はこんな感じってどうよ。朝窓辺に差し込む太陽と彼女の笑顔。おはよう、お寝坊さん。白いフリルのエプロンもまぶしく庭で洗濯物を干す彼女。小鳥さん、ごきげんよう。テラスでくつろぐ俺に紅茶を入れる彼女。 作ってみたんだけど、よかったら召し上がる？俺、甘いプリンもいいけど、もっと甘い君のキスをくれないか？やだ、ランマくん。小鳥さんが見てる。いいじゃないか。あ、ダメ。いいだろ？イヤンバカ。イヤンバカはいいから飯。俺は時折ランマルの方が怖くなる。ひでえ。で、そういやユキ、お前なんでスナコちゃんの部屋なんか入ったんだ？ああ、そうそう。あのね、 いっぱいキノコもらってきたから晩ご飯に使ってもらおうと思って。へえ、キノコか。先週食ったフレンチのメニューに美味しいのがあったな。よし、俺が作ってみるよ。ちょっと奥様聞きました？フレンチですってよ、嫌味な高校生よね。本当よね。で、そんなにうまかったのか。机、早く今すぐ迅速に瞬時に。ウィムッシュ。
スナコちゃん、今日のディナーは俺が作ったんだ。ここに置いとくから食べてね。食え、お前も食え。結構頑張っては見た。まあ味は大丈夫っぽい。せっかくランマルが作ったんだ、いただこう。いただきます。それにしてもユキ、あんな大量のキノコを誰からもらったんだ？うん、それがね、昼間散歩してたら、コスコス、ローリローリ、コスローリローリ、サバカソーリー、ヤシュミクバー。ふふんぬ、ダンシングしてプラチナのアセンヌもほとばしったことですし、クリスマスンヌに手に入れたレインの乙女キノコンヌ。これを食せば谷どころんぬに。殿方の理想とする姫君なのに、メタモルフォーゼできるのですわぬ。ヘルカラのパワーを身にまとい、未来の番キノコ食して王子様のまずキャッスルンヌへ。おーい、忘れ物というわけなんだ。吐け、指突っ込んで吐くんだ。ああ、もったいない。お前も吐け、悩しも食わせんな。せっかくもらったのに。ごちそうさまでした、スナコちゃん。食ったの全部。まあ、スナコちゃん、まだ息はあるぞ。しっかりしろ、中原スナコ、息の中原スナコ。ちょっと可愛いかも。ランマル、確かあのキノコこんなの入ってたよね。ああ、うん、ここんとこピンクだったから覚えてる。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。まあ待て。ランマル。臭い演出だ。目に来る、鼻に来る。ありがとうございます。こちらへ。ランマル、恐ろしい子。でも、でもスナコちゃん、レディーフォー。やっほーい、やつったな。バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ。おばちゃんの部屋に寝かせてきた。お疲れっす。え、あのヒラヒラフリフリキラキラな部屋に。すっげえ喜んでた。バカだな。泣くなよ。嬉しくて。ごめんね、もう泣かないよ。でも明日になったら戻ってたりとか。え、つまらん、お前の話はつまらん。つなかちゃん万歳、レディー万歳。おはようございます。おはよう、こにゃいまじゅ。
すぐ朝食をお持ちしますね。あ、はい。お構いなく。早くね。なんか照れちゃうね。あ、気のせいか。いいから飯。おー、女の子っぽいメニュー。いつもの和食もいいけどね。うまそうだ。いただきます。クイズレディーへの道。それでは問題です。レストランで魚の骨や果物の種を口から出したいときはどうすれば？はい、恭平くん。ブブー。あー、はい、スナコちゃん。フォークかスプーンに乗せてそっとお皿の端にどうぞ。ピンポン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 。はい、正解。でもそれは少し難しいよ。それでしたら手を軽く握り、口元をお隠しになるようにして中に出し、それをお皿に。うん、口から直接お皿に出すのはご法度だよね。その通りですわ。やかましい。それではまた来週。マジ？なにこれ。これなんで苦いの。これなんで甘いの。あ、サラダにグミが、パスタにヨーグルトが。あら、お口に合いませんでした。戻れ。てめえ、今すぐ元に戻りやれ。こっちは昨日からろくなもん食ってねえんだよ。ごめんなさい。殴りかかってこないなんて。これが普通の女の子の反応だ。スナコちゃん、泣かないで。すぐ作り直しますから。いや、いいんだそんな。うんうん、食えるし頑張れば。本当ですか、嬉しい。うん、危なかった。じゃあお洗濯してきますね。なあ、飯うまいもの。でもいいね、女の子がいるって。おばちゃんも元スナコちゃんも女だったけど、やっぱり乙女は違うよね。何か気のせいか。恭平も、もうスナコちゃんいじめちゃダメだよ、乙女なんだから。っていうか、その乙女、今からおめえらのパンツ洗うってか。何が乙女だよ。よろしく。ダメ。いけない、5本だ。こんなものが。自分でやるからね。ね。ドキン。俺のしたことだ。洗濯続けなきゃ。あ、びちょびちょ。ごめん。いいえ。飯腹減った。恭平、あ、チューしてくれ。乙女が家の中にいることで、ノイチを裏切ってる気がしてきたんだ。はあ？俺もこんな気使うなら前のスナコちゃんはいい。同感だ。恭平がチューすればそのショックで戻るかもしんないじゃん。だったら紛らわしい言い方すんじゃねえよ。でもやだね、家賃ただの方が大事。さっき戻れって言ったくせに。
うっせえ、気が変わったんで。この浜の尺人でなし。やついやついやつい。喧嘩はいけません。皆さん仲良くしてください。そんなことスナコちゃんは言わない。スナコちゃんはいつだって周りを引っかき回して場の空気を読まずにホラー一辺倒で何かにつけて鼻血を吹いては俺たちをパニックに陥れてたじゃないか。そんなひどい人許せません。やるん。いつもなら鼻血吹く距離なのにな。そうか、鼻血か。お色気作戦で行ってみよう。といえばランマル、任せろ。準備早つか、やばい香りが。やっぱり竹中が。俺無理できない。大丈夫大丈夫、このテクニシャンが台本書いてあげる。ああ腹減った。お呼びでしょうか。思考を呼べ。はい。台本2ページ目、そこでそっと手を取り引き寄せる。さあ何気にそこで光る。あ、眩しい。そして胸にだけ押し倒せ。グッとググーッと。アホ、エロ監督みたい。ここにはいられない。出ていく。早まるな。やだ、止めるな。じゃあ俺も出ていく。うるせえ、それより早く飯。お前ね、なんでそう自己中なの。もういい、風呂入ってくるわ。待てって。うわ、マジだ、死ぬほどお腹空いてるんだ。ったく、だから女めんどくせえんだよ。強兵だってまともなご飯食いたいでしょ。ちょっとチューしてみなよ。ちょっとでいいからさ。ねえ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 、風呂くらいゆっくり入らせろや。ジャンプしますから。お背中流しますか。あー、触るんじゃねえ。あー、いや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 、あー、ったくよ。あの、お着替えを。いつまでそんなんでいる気なんだよ。何をおっしゃっているのか分かりません。あの、お話しください。強兵がチューすればそのショックで元に戻るかもしんないじゃん。早くしろ。チッ、全然痛くねえし。スナコちゃん。あ、はい、ただいま。どうしたんだ。ふん。俺はこれからどうした。この匂い。お待ちどうさまでした。おお、なんだかちょっと地味ですけど茶色ばっかりで。ああ、メシ来たー。発色これだ。最高ですか。最高です。あの、おかわりは。
さあ、やっぱその方がいいって。何のことですか？何でもねえよ。はあ。恭平、スナコちゃん起きた。キノコ、もう一回食わせてみる。お嬢様か。旗へ立つんだお嬢。それは明日のうち言えない。乙女か。天下ごめんの向こう。それは早乙女も言えない。セレブか。お姉様、妹は見あ言えない。これでは予告がグダグダです。誰のせいだ。次回眠れる森のお嬢様。また新キャラ登場かよ。キッ払いせが。